はい、あまり糸のテープやんで、ちょっとお試し。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、今日も元気に編んでいきましょう。はい、本日も喉がガラガラ。本当にこの季節、本当龍角散の喉飴とか、結構ね、舐めてるんですけど、アレルギーの薬も飲んでるんですけど、ガラガラでございます。申し訳ございません。はい。まあ、この季節終わるまではね、しょうがないんでね、ちょっと早くね、この季節終わっていただきたいなと思いますが、まあ、今、桜きれい咲いてるから、終わってほしくない季節でもあるんですけどね、素敵だから。でも、ガラガラ。喉はガラガラ。鼻は詰まったり、ぐじょぐじょになったり、目かゆくなったりっていう大変な季節でございます。はい。では、今日も元気に編んでいきましょう。今編んでるやつはね、前回ちょっとお話しした途中経過なんですけど、まあまあ、時間かかりそうなので、今日からちょっとまた新しいものもね、少し。これはもうお試しなので、本当に小さいものを作るので何回かですぐ出来上がるんじゃないかなとも思うんですけれども、テープヤーンっていう、前ね、私がね、ちょっと安いと思って大量に買いました。テープヤーンという、もう本当にポリエステル100%、下手すると伸びちゃう、伸びっぱなしになっちゃうぐらいの、糸なんですけど、これを使いまして、ちょっとちっちゃい小物入れっぽいようなポシェットになるんじゃないのぐらいのちっちゃいバッグを作ろうと思います。はい。で、作り方はね、グラニーバッグの要領なんですけれど、四角いことは四角く編みたいのですが、編み地の、まあ、高さですね。細編み、中長編み、長編み、中長編み、細編みっていう感じで、こう、高さ、低い高さから高い高さにこう編んでいったら、どん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 こういう、なんとも言えない卵型みたいな形になるかなという予測のもと。で、それを2つにピュッとここね、閉じてしまえばバッグの形になるんじゃないのかなっていうことで、試してみたいと思います。まずはここをね、編み始めたいので、テープヤン、鎖編みしていきます。一応、ここ、水晶が、かぎ針5号ということで、かぎ針5号を使って、まず、緩めにね、本当は、本編みは5号でやるんですけど、ちょっと、一番最初の鎖編み部分は、ちょっと太めの7号針ですね。7号針で編んでいこうと思います。で、バック何目ぐらいにしようかな。本当にちっちゃいちっちゃいバックインバックみたいにしようと思いますので、あまり大きくない。こうするに、これが、このバックの、この長さになります。この長さになるの、これちっちゃいよね。ちっちゃい。はい、50ぐらいでいいかな。こんなちっちゃいバッグになります。画面に収まっちゃうぐらいのちっちゃいバッグになるんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、7号針で鎖編み50個。50目編みましたので、ここで、はい、かぎ針5号に。7号で鎖編み50個編んで、はい。じゃあ、こっからかぎ針5号で編んでいきましょう。はい。鎖編み1つして、くるっと後ろ向けて、裏山ですね。裏山。ちょっと見づらいんですが、ポコッと出ている裏山拾って持ってきて、こまみ。はい、裏山拾って持ってきて、こまみ。裏山拾って持ってきて、こまみ。ということで、50目分ですね。50目分、裏山拾って、細編みをしていきます。はい、50個。あー、時間かかりましたけど、50個細編みしてきました。で、こっからなんですが、今50目じゃないですか。細編み、中長編みの比率なんですけど、50目どうしようかな。
10目、10目、30目みたくした方がいいのかな。こう極端な方がいいよね。ってことで、次鎖編み一つして、はい、まず細編みします。細編みを5個かな、1、2、3、4、細編みを5目編みました。次中長編みですね。ちょっと長く、編み地が長くなります。中長編みを5目、はい、中長編みを5目。で次長編みですね。長編みを30目、はい、長編みを30目編んできました。で次は、はい、中長編みを5目、中長編み5目、そして細編みを5目と、1、2、3、4、よいしょ、はい、5目、よいしょ、よ、はい、細編みを5目。おお、滑るんですよねこの糸。はい、細編みを5目、はい、はい、編んできました。細編み5目、中長編み5目で、長編み30目で、中長編み5目で、細編み5目。微妙ですけどね、先の方が細いです。同じようにこれをちょっと繰り返そうと思います。細編みを5目、はい、細編み5目で、次に中長編み、中長編みなので持ってきたら3つ抜く、引っ掛けて持ってきて全部抜く、これを5目、はい。で次ですね、次に長編みを30、長編みなので持ってきて2個通して、2個通して、であんまりね糸がないんですよ。ないので、できるだけ糸が持つだけって感じで作るしかないんじゃないかなと思ってるんですけれど、よいしょ、はい、長編み30編んできましたので、次は中長編みを5、はい、はい、これで今2段目終わりました。2段目やってきました。かすかにもう曲がってきております、曲がってきております。これをどん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 編んでいったらどんな形になるのかなっていうことで、ちょっとこれをどのぐらいかな、1玉、2玉分ぐらいはあるので、2玉分編んだらどのぐらいの大きさになりますかね。うん、で編んでみて、で足りなくなったらちょっとピンクの出番って感じで、とりあえず本体ですね、このバッグの本体の方をちょっとこの形で編んでいきたいと思います。はい、編み図加工、はい、まあざっくりですけれども、今日編んだ感じはこんな感じということで、一番最初鎖編みですね。鎖編みを、かぎ針7号で50目編みました。鎖編み50目編んで、でそこからですね、今度かぎ針5号に持ち替えまして、まずは1段、まあ裏山拾ってですね、鎖編みの裏山拾って、50目分細編みを1段編みました。で次の段なんですけど、次の段端っこですね、端から5目目、5目目分は細編みです。細編み編んで、次の5目目分は中長編みで、次の30目ですね、30目は長編みを編んで、で次はまた反対側は、中長編みを5目編んで、さらに細編み5目編んで、ちょうどぴったり50目編みますよっていう状態ですね。まあ、こういう感じかな。この全体の中の50目あるとしたら、両側5目は細編み、でその次の両側5目は中長編みで、真ん中は長編み30目っていう
感じの配分で編んでいこうということで、そうするとこちら側はこう狭いので、細編みで狭いのでこうちっちゃくなっていって、真ん中は中長編みでちょっと、まあ高さですね、目の高さがあるのでここはどんどん大きくなっていくっていう、こうちょっとレモン型みたいな楕円のような形になっていくんじゃないかなという期待で、そういう予想で編んでいこうと思います。これがね、どのぐらいのこうね幅で編んだらどのぐらいの大きさになるのかっていうのがちょっとわからないので、今試しに編んでおります。そうですね、目標は今ここ50目編んだので50段目標で編めたらいいかなと思っております。でそれが終わったら、それをこうここまとめてしまって袋状にして、で持ち手をつけたらグラニーバッグになるんじゃないかなという、そういう予想のもと編んでおりますということで、はい、一応ね、春に持てるバッグ、まあこうはっきり言って綿でもなければ麻でもないポリエステルなんで、まあ夏、春夏持っても何の違和感もない素材なのでちょうどいいかな。で練習兼ねてのちっちゃいバッグになると思います。でこれで、あ、いい、かわいい形じゃんってなると、また次のステップでこれにじゃあ合う糸はどんな糸がいいかなっていうことで、春夏用の糸が買えるんじゃないかなという狙いで、ちょっと練習がてら編み始めようと思います。はい、それではまた次回ですね。次回はどれが編み上がっているのかなって感じですね。レース糸の方が先に編み上がるんじゃないかなとも思うんですけれど、ちょっとね、来週になってみないと、何が編み上がっているのかわからないので、来週のお楽しみということで。いや、春夏糸ね、買い足したいんだけどね。ちょっと今まだですね、ネットショッピングをやる時間も取れておりませんので、もうちょっと春夏、糸を買うの後になっちゃうかな。でも早く買いたいですよね。ということで、はい、いつか春夏糸新しく買ったらご紹介できたらいいかなと思っております。はい、それではまた次回ですね。次回も楽しく編んでいこうと思います。それではまた。じゃあ。